こんにちは。はい、ユリコタイガー。はい。How are you? I'm fine, thank you. Thank you. Okay. May I ask you a 73 questions? あ、いいよ。どうぞ上がってください。Thank you.今日の朝食は何？今日はエスプレッソとクッキーだった。っていうか、エスプレッソ飲む？ありがとう。実家ではどんな朝食が多かった？エスプレッソとクッキーと果物。日本に来たのはいつ？2013年だから6年ですね。初めて会った日本人は誰？コスプレのカメラマンさんでした。一番好きな食べ物は？イタリアだとやっぱりピッツァかな。人生で一番美味しいと思った食べ物は？うなぎ。今一番欲しいものは？ペットかな。猫かハムスター欲しいやな。今までの人生で一番高い買い物は何？高いって買い物しないけど、あ、ビビアンの服。宝くじで7億円当たったら何をする？7億円なんだろう。7億円あるの？ある？多分専門学校通いたいから専門学校払ったり、あと、まあ、ちょっと買い物したり、ちょっとやっぱり欲しいものがあると思うけど、あとは、あ、でも、貯金したいですね。念のため。で、あと、最後、東京でアパートが欲しいんです。東京タワーが見れるアパートが欲しい。OK。じゃあ、好きな色は？ピンク。誰の曲を聴いて育った？ピンク。好きなアーティストは？難しい。好きなアーティストは、父やアンナさん。今まで行った国はどこ？ちょっと待って、イタリア、フランス、ポルトガル、イギリス、マレーシア、カナダ、日本、韓国かな。はい、8ぐらいだね。うん。行ってみたい国は？行ってみたい国は中国とアメリカかな。好きな本は？好きな本はイタリアと生きがいというの本あるんだけど、それとあとはサイコロジストの、まあ、ボディレンゴージュの本が好きです。あなたは猫派犬派？猫派。猫派。初めてのコスプレは2007年ぐらい、鈴宮春日でした。やってみたいコスプレは？今のところはダークストーカスのモリガンをやりたいです。一番好きなゲームは何？鉄拳とデイズゴーン。好きな街はどこ？これはね、好きな街は、日本だと大阪で、イタリア、日本、外国だとロンドン。好きです。飛行機の中では何をしてる？結構いつも12時間ぐらいかかるから、映画を見たりと、あの、絵を描いたり、あとは結構音楽を聴いたりとかします。快適に旅をするコツは？忘れた。なんだっけ。コツって何ですか？旅をリラックスするためのポイントは？ある。日本の温泉行くこと。好きな映画は？7。会ってみたい歴史上の人物は？
ナポレオーネかな。下着は何色が多い？黒、いや、カラフルが多いんですよ。うん、いいと思います。自宅で何してる時間が多い？あー、ここだと、まあ、やっぱり、道具を見たりとか、ダンススペースがたくさんあるから、ここに来て、スペースがたくさんあるから踊ったり、あとは絵を描いたりとかもします。これみたいな。ぐらいかな。使っている香水は？ビビアン。今持っているゲームハードは？プレイステーション、プレイステーション1から PSP も含めてプレイステーション4とゲームボーイカラー頑張ってます。会ってみたい人は？たくさんいるんだけど、一番好きな漫画家の矢沢愛さんかな。君の長所は？私の超長所って何だ？ストロングポイント。お、じゃあ私のストロングポイントは、なりきる、なりきること。君の短所は？気分がよく変わる。 OK。 アンチへの対処法は？まあ、無視することない。大変だけど難しくて、まあでも無視して頑張ってる姿を見せる。素晴らしい。イタリアのおすすめのスポットは？フィレンセ。シャワーの時に歌う曲は？グラモルススカイの三日中島さんの曲。子供の頃好きだった映画は？あ、ラーマになった王様のディズニー映画。初めての仕事は何？パン屋。一番怖いことは？死ぬこと。一番腹が立つことは？いろいろ。一番、なんだろう。お金もったいなくすること。僕無駄で使ってるお金無駄とか苦手。趣味は？コスプレ。 OK。 質問もあと半分になってきました。半分？イエーイ、まだ半分か。もっと映ると思って。OK。 じゃあ一番古い記憶は？一番古い記憶がよしこれ、お父さんがくれたのバニーのパペット。私はね、多分5歳ぐらいだったかな。お父さんがすごく仕事が忙しくて、でその時がすっごく泣いてて、でこれを送った。憧れのスターは誰？たくさんいるんだけど、やっぱりスチュア・アンナさんです。家以外で好きな場所は？どこ？家以外で好きな場所はある？家以外は事務所かな。他の職業に就くなら？ファッションデザイナー。好きな日本食は？刺身のサーモンと天ぷら。じゃあ嫌いな日本食は？納豆と梅干し。好きな季節は？秋。なぜ？秋がいろんなことがもう終わるって季節って言うんだけど、私はね結構始まるというの季節だと思うだし、あとは色とやっぱり服が一番おしゃれができる。お父さんはイタリアで何してるの？パンを作ってる。お母さんはイタリアで何してるの？何もない。いや、まだサイコロジストのことを勉強したり、あとは、まあ、家に手伝ったりとかします。今使っている携帯電話の機種は何？これ冗談、 iPhone の8かな、11が欲しいんだけど。
これも結構好きだった。明日オフになったら何をする？明日オフになったら何しようかな。多分友達と遊ぶこと、うん、好きなテレビ番組は？好きなテレビ番組はマツコの、月曜からの夜更かしだっけ。そう、そう、それ面白い、マジで面白い。出演してみたいテレビ番組は？マツコに出てるのテレビ番組なんでも、あとはイッテ Q かな。右利き左利き？右。プレーするのが好きなスポーツは？スノーボード。ゲームだけど。見るのが好きなスポーツは？スノーボード。OK、じゃあイタリアを3つの言葉で表すと？パスタ、ピッツァ、マフィア。OK、最高だった年は？日本に初めて来たの時の19歳、うん、が楽しかった。カラオケは何を歌う？ナナのシリーズと必ずアニソン、エヴァンゲリオンとか、あとはなんだ、アージアンコンフージェネレーションは結構歌います。一番好きなキャラクターは？あ、ある、ハルハラハルコです。一番好きなイタリア人は？あんまりないんだけど、この本を作ってる人ラピーナというんだ、うん、かな。ないと困るものは？お金。正直正直お金。 OK、 クエスチョンもあと10個になりました。おー、10個。好きな匂いは？好きな匂いか、バイオレット。誕生日はいつ？7月5日、カニ座です。日本人は恋愛対象？ Yes! コレクションしてるものは？7。八沢愛さんのやつと7グッズが全部持ってます。もっとあるなんですけど、お気に入りはこちらです。これから何かやりたいことはある？バンド。ロックバンド作ると、自分のブランド作ると、あとはまあもっともっとタレントとして頑張ること。それはなぜ？やっぱり自分の人生の中で私楽しみたいんだけど、他の人もなんか楽しんでほしいから、そういうなんか今までいない存在になりたい。日本で。シャワーで体はどこから洗う？あんまり覚えてないけど、今日おっぱいから。あ、気持ちいいって思っちゃう。朝起きて最初にすることは？エスプレッソ作ること。アレルギーはある？ねえな。最後に見た映画は？浄化。じゃあ最後にゆりこタイガーのファンにメッセージを。あ、もうメッセージか、メッセージな。そうですね、なんか他の人があなたのことがすごく変わってると思ってるかもしれないし、自分はこれこれは厳しくいろんなことが思ったりとかはやめた方がいいと思います。っていうか他のことをちょっと無視した方がいいと思います。一番の人生は自分の人生は自分のことなので、楽しむことと、まあ頑張ることと、あとは自分らしく生き方を進んでください。あとは夢を諦めないでください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。Thank you! 今日はありがとうね。